はい、続いてですね、今度はこのメインのやつですね、新しく新コンポジションで重ね合わせまして、こんなような形で配置します。これどうなってるかというとですね、こういいですか、1234という形で縦に並んでるんですね。画面に見えてるのは今一番下のやつなんですけども、ちょっと選択してみるとわかるんですが、こんなような感じでですね、重ね合わせてます。はい、最後にブレスメスですっていう、まあ、このねタイトルが出るんですけども、こんなような感じで重ね合わせます。で、これを重ね合わせましたら、今度はモーションを加えていきましょう。